こんにちは。今日泊まるホテルはホテル阪急インターナショナル。お部屋番号は、3019になっております。じゃあちょっと早速見てみましょう。実を言うとこれ一休 .com で宿泊予約をしたんですけれども、本当は訳ありっていう部屋を、予約したかったんですけれども、まあ一応今日は、デラックスダブルということです。予約をしました。まあ、値段の方もまあ3000円ぐらいの差があります。そしてポイント、一休 .com のポイントなんですけれども、訳ありの方が、800ぐらいポイントで、それね、この部屋のポイントが、なんか、ポイント倍増キャンペーンなんかで4000ポイントということでした。まあ、値段で3000円の差、そしてポイントで3000ポイントの差ですから、まあ相殺されて、まあどっち止まってもまあ変わんないということですね。まあそれだったら、まあ、訳ありじゃない方を、まあ止まった方が、まあ利口ということで、こっちの部屋にさせていただきました。じゃあ部屋の方を見てみましょう。ここがクローゼットですね。ここにバスローブ、ハンガー、そしてスリッパ、靴べらがあります。そして、ここはミニバーですね。はい、これ無料のお水です。でこれが、無料のお茶、そしてコーヒーです。でここに、アルコール。そして冷蔵庫です。ビールがあって、氷結、コーラ、ウーロン茶、ポカリ、エビアン、ゴムスナック菓子、トマトジュースですね。でここがベッドルームですね。テレビは日立製です。ここにソファーがあって、外を見るんでしょう。これが空気洗浄、洗浄機かな、そしてカーテン開けます。こんな感じです。これ訳ありの部屋だったら多分見えない、何も見えないんでしょうね。シートでかぶさってて、そしてここがベッドルームです。あ、ベッドルームじゃなくてベッドです。そしてインルームダイニングです。
今日の夜はこれを取って食べようと思います。その最後、バスルームです。こちらにシャワーブース、でこちらに洗面台、メーカーがシュプリームって書いてありますね。メイドインジャパンだそうです。そしてこれ石鹸と、あとひげ剃りとか櫛とか歯ブラシとかコットンですね。そして最後にこちらがバスタブ、その横にトイレがあるんですね。ホテルのスタッフもなんでこんなところ、なんでこんな作りになってるのかっていうふうに言ってました。こんな感じですね。 あとドライヤーはこれですね。ドライヤーこれ確か指輪を入れるんですね。指輪を刺すんですね。こうやってここにね。その拡大鏡ですね。お部屋の紹介は以上です。今回朝食付きのセットプランなもんですから、これが朝食のクーポンになります。洋食か和食か選べるそうです。セットメニューです。時間は7時から10時、ルームサービスは756円のご追加で承ります。